ふふふふふ。おはよう。なんかさ、昨日な、昨日の出来事が夢のよう。なんかな、さっきラジオをしてたんですけど、ラジオの企画のテーマが可愛い大喜利なんですよ。私可愛く言ったけどダメでした。難しい。おはよう。今日は勝ったファンの生誕おしゃべり会です。来てくれる人いますか？お疲れ様、ありがとう。なんか X でさ、私が投稿してるツイートが結構なんかバズってるというか、なんかめちゃくちゃいろんな方に反応していただいてありがとうございました。まだしてない方はぜひ拡散とコメントよろしくお願いします。びっくりした、朝から。え、すごい伸びてる。おはよう。配信はね13分ぐらいまでします。だから15分配信できひんけど、夜しますので大丈夫。おはよう。メールだった、ありがとう。そう、おはよう。なんか昨日が夢だったのかなって感じ。なんか皆さん顔がちっちゃかった。 NGT のメンバーもみんな顔がちっちゃいから、私がとことん顔がでかいんだなとことん顔がでかいんだなと思いました。そうね、めちゃくちゃ反応していただいて、なんか余韻がすごいかも今。なんか結構ガチで、なんか一番今頭にずっと流れてるのが NNB さんのこれが愛なのかが永遠に頭の中流れてて、ちゃ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 、そう、聞けてよかった。そうなんです、あのね、そう、帰る時のね交通手段がねまだまだなので、いつもね貸してもらってる。いつもはねラジオトークなんですけど、今日はねちょっとおしゃべり会があるということで、ちょっと楽しみモチベとしてこの後は家に帰ってお風呂に入って化粧を一旦落として2時間寝てまたメイクしておしゃべり会へ向かいます。ぷぷぷぷぷぷぷ、これが愛なのか愛なのか。なんかさ NNB さんの余韻がすごくあるので、カラオケ配信で NNB さんの曲を歌ってもいいですか今度。かわいい、ありがとう、嬉しい。おはよう。うん、隣の部屋はねマリちゃんとモモちゃんがいるんだけどオフらしいだから全然なんか何時でもいいって言ってた。え、いいの？じゃあ NNB48 カラオケ配信しよう。でもこんなこと言ってるけどね、 NGT48 が大好きなのでね、なんか奥村
NNB48 のことばっか言ってるとか言わないでね。両方のグループが私大好きだから、それは勘違いしないでね。おはよう。2チーム2グループ大好きなんです、私は。もう48グループ全部好き。おはよう。ある日突然僕にもチャンスが来た。タイムボブわかる。今は絶対気づかないで家に帰った頃に。和田美優ちゃんさんのここが好き。本が来た、ありがとう。なんかさ、今日ぐちゃでさ、ヤンガの子たちにな、髪型がこっちの方が可愛いって言ってくれた。短い方がいいらしい。嬉しい。なんか切ってさ似合わへんって言われるの悲しいけどさ、こっちの方が可愛いって言われたらちょっとあ切ってよかったってなるし、髪色もねプリンになっちゃってたから、そう褒められて嬉しい。よかった。あのね、ほのと今度遊ぼうなっていうお話もしたし、私今めちゃくちゃね M のサ M のサインでしたっけ、 M チーム M 公演にめちゃくちゃ行きたいので、また見に行かせてねって言った。おはよう。めっちゃ眠たい。今日全然寝てないんですもんか。おはよう。プププププププ。おはよう。私一生トップ取れないんだけど、これどうしたらいいの？余裕起きとける。今日はね、だって私可愛いわ、もう絶対にね、多分可愛いってなっても多分絶対無理なんですよ。私可愛いは本当に向いてなくて、逆に可愛く面白くないことを言ってくださいだったら多分いけてたと思う。結構それは自信ある。でも可愛くは一番難しい。なんか私のキャラ的に可愛くやってもなんかシーンってなる気がするから、それならちょっと一瞬おふざけやった方がいいのかなってめっちゃ考えた。どっちがいいんだろうって。めっちゃ考えた。
眠いね。そういうのはできるかな。え、それもむずそう。で、私マジでトップ、なんか一生取れん気がしてきた。なんか本当にいけるとしたらもう運ぐらい。ある日突然僕にもチャンスが来た。眠い今日と勘違いしてた。そう思うか、2日間あるんですよ。だから明日が、あ、そう今日がファンクラブの方のおしゃべり会で、明日がCD のおしゃべり会。待ってるよ。でもさ、今日さ NNB さんのさやつ見学させてもらってさ、私の次なんていうの、私はくるちゃん、 STU さんのくるしまゆかちゃんとも早く会いたいなって思う。なんか連絡手段がさ、私 SNS がないのでさ、できないから、そうクロちゃんと会いたいなって思ったり。あ、壇上読みます。中3位ソライさん、ありがとうございます。12位オイさん、ありがとうございます。11位カズさん、ありがとうございます。10位長吉さん、ありがとうございます。9位名古屋の、あ、待って変わっちゃった。13位長吉さん、ありがとうございます。12位名古屋の武士さん、ありがとうございます。11位よしよさん、ありがとうございます。10位梅さんさん、ありがとうございます。9位ゆきちゃん、ありがとうございます。8位しんじさん、ありがとうございます。7位、紫タルトさん、ありがとうございます。6位コンスラさん、ありがとうございます。5位僕らのオクラさん、ありがとうございます。4位レオのひじかたさん、ありがとうございます。3位ひとりごとのアーカイブさん、ありがとうございます。2位エビさん、ありがとうございます。そして1位がクラシさん、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。また夜会いましょう。バイバイ。